おお落ちろおおほらあれなんかあんま聞いてない。おおグリードパイロットになります。というわけでどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですねワールドオブタンクスをプレイしていこうかなと思います。このゲームは本格的な戦車ゲーとしてかなり歴史も長くて知名度もあるので、プレイはしたことないけど名前は知ってるよっていう方がもしかしたらいるかもしれませんね。今回ねなんでワールドオブタンクスのお話が来たかっていうとね、僕は今までこう e スポーツの競技シーンでね活動してきたわけなんですけども、このワールドオブタンクスでも実は e スポーツイベントがありまして、ワールドオブタンクスでは現在2つの e スポーツイベントを開催しています。 ANZ プレミアリーグと日本プレミアリーグになりますね。この日本プレミアリーグの方は賞金もついてる日本大会というわけで、試合観戦をねオフラインでできたりなどもするみたいです。僕もね最近初めて知ったんですけどね、このワールドオブタンクスでこんな、ね、賞金付きの日本大会がね、しっかりと開かれてるっていうのをねすごく驚きました。今回タイアップした理由がこの大会を皆さんに知っていただきたいからなんですけど、まあ、違うゲームの e スポーツと比べるとこう e スポーツのプロチームとか事務所に所属してなくても個人でチームを作ってこの賞金付き大会に出れるっていうのがこの大会の良さかなと思います。スキルや努力次第で挑戦できる環境なので、ぜひ興味ある方はチャレンジしてみてください。大会の配信 URL は動画の概要欄に記載してあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。というわけで今回は僕ね、FPS の方ではかなり長くね、もう16年とか7年とか、プレイはしてますけど、この戦車ゲーのワールドオブタンクスでどれぐらいちょっとプレイできるのかっていうことで、今から2時間ちょっとプレイしてみて、何キルできるかなっていうチャレンジをしようかなと思います。ね、テストでね、1、2試合やったんですけど、1キルできたかな?できないかな?ぐらいなんですけどね。ちょっと、目標3キルぐらいしてみようかな。うん、ちょっと目指してやってみようかなと思います。そして今回ワールドオブタンクスの PC 版を初めてプレイするよって方向けにお得な招待コードをご用意しましたので、まあ始めてみようっていう方はぜひね、使用してみてください。動画概要欄に記載してあります。というわけで、初の戦車ゲーやっていこうと思います。グリード、行きます!というわけでやっていきましょう。ルールとしては敵を全滅させるか、奥にある敵拠点を制圧すればクリアです。戦車の戦い方は正直わからないけども、まあ固まりすぎは多分良くないと思うんだよね。戦車って横と後ろが装甲が薄くて弱いから、囲まれて横撃たれるみたいなことだけは避けよう。どうしようかな。これ地形的にさあ、分かった。このマップ今マップ見て思ったけど、この真ん中の丘みたいなところ、多分ここしか入れないのかな。最初ここ、いち早くここに入るかどうかがかなりマップの取得範囲限られるんじゃないの?決まってくるんじゃないの?これダメだ。もうセンターがダメということは左を広く取るしかないかもしれん。で、もうちょっと上がろう。水のグラフィックすげえ。グラやばいな、この辺。で、左を、いや待って、これさ、こっち全然見てないぞ。ワンチャンいけるか。すごい、戦車ってこんな水もいけるんだな。馬力が足りない。頑張れ。後ろを取れるぞ。捕捉されたが、うおー、正面で受け止めれば、うわー絶対やり方違うけど、よし絶対戦い方違うけど、1キルは1キルだ。よし、次どうしようかな。裏を取りたい。登れるのかこれ。頑張れよ僕の戦車、頼む。これ、これ、砲弾撃ちながら、砲弾後ろにさ、後ろに砲弾撃ちながら進んだら加速するとかないから、それちょっと違うゲームか。我ら戦車、あと僕含め3体しかおりません。敵はものすごい数残っております。ちょっとワンチャン敵のエリアさ、乗っかっちゃっていい?これ。敵のエリア占拠中です。占拠中です。あ、いいエイムしてる。あ、無理だ。待って、これ左、味方と合わせて撃てるんじゃないか?よし、いいダメージ。そこ、見えてるぞ。当たらないか、そこは。いいぞ。当たれ!よし!いいダメージだ!スコープモード。まずい!逃した。いや、やってくれたか?ナイス!まあ、これはいいアシストだ。僕のキルではないけど、味方がキルしてくれてる。足を狙うんだ。どうだ?これ、効いてる?
効いてないっす、全然。あ、いい、白菜。いや、味方のダメージかな、これ。減りすぎだけど。ナイス？え、ちょっと待って、味方のさ、ダメージが全、僕と違う。こんな違うもん。まずい、これ接近しすぎか？倉庫の薄いところを狙い、了解です。マイナス3ダメージです。全然減ってません。あ、な、動いてないかも。よし。記念すべき1台目だ。あ、あ、取られた！嘘！いやいや、いや、なんでもない。いや、いや、ナイスナイス。いや、これチームゲーだから。うん、チームゲーだから。よしよし、味方にし、100ダメージ、味方の砲撃。味方の戦士は化け物か。味方9キルがいるんだけど、ニュータイプ戦車の種類とかカスタマイズもめ、ものすごいできるから、多分やっていけばやっていくほどもっと面白くなってくるんだろうな、これ。後ろには味方がいっぱいいるね。ん？待って、そこ。気づいてない敵も。そこ。まずい、こっち見た。一旦引こうか、一旦引こうか。よし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 。一旦引いて、奥の敵がちょっと気になる。多分これ壁の裏側なんだよね。ん？当たったな、でも。よしよし。まあ少しずつだな、多分ダメージ。うん、少しずつ与えていこう。オッケーオッケーオッケー。いいダメージ、いいダメージ。敵が攻撃した、敵、攻撃してきたところをしっかりと当てていく。かなり左レーン押されてるな。こういう場合どうしたらいいんだろう。カバーしに行った方がいいのか。待って、1枚そこにいないか、これ。あそこもいる。よし、いいダメージ。さすがに、どうだ、あれ、あれはなかなか顔出してこなそうだよね。味方の後ろからの援護もあって、かなり前行けそう。よし、味方がダメージ与えたタイミングで前に出よう。で、そこの1枚さ、すげえ弱ってるの。あれやりたいんだよな。一撃。一撃さえ当たれば。外した。いや、いや、ナイス？正面っぽい。いけ！ダメだ！硬すぎる正面。ライフルが全く効きません。でも味方がやってくれました。よしよしよし。待って、これ一旦左の援護行きます。もしこの辺に敵がいたらアウトではあるが、残りの敵の数的にあんまないと思うんだよな。敵戦車が自立拠点入ってる。でもあそこは遮蔽物がないぞ。ちょっと弾変えてみるか。どうだ？どこなら効くんだ。待って、どこも効かない。ここ、あ、ここだけ効く。やった。え、効かない。なんだなんだ。敵戦車の性能は化け物か。待って、どこも効かない。どういうことだ。ナイス。全然効かない。あ、でも味方が制圧してくれてる敵拠点。よし、ならば左に放置されてる敵、勝負仕掛けてやろうじゃないか。残りの数的に、こちらの方が圧倒的に勝ってる。おらー！おー！落ちろ！おー！おら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 ー、あれ、なんかあんま聞いてない。おらー。これはひどい。ラスト狙い撃つぜ。オッケー、外した。よーし、え、やったか、勝ったか、これ。勝ったか、敵戦車全滅。やった、勝った。多分間違ってるけど、やり方。まあ勝ち確だったんでね。はい、というわけで今回ワールドオブタンクスね、2時間でどこまでキルできるのかっていうのに挑戦していきましたけども、最高キルはまあ2キル、多いですか、どうですか。始めたてにしてはこれはどうなんでしょうかね。まあでもね、やってみた感じ、まあ味方がね、たまたますごい強かった気がするんですよね。なんか9キル、7キルとかいたから、多分あれはイレギュラーっていうか、だいぶね、珍しいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですかね。
他のシューティングゲームと比べてそのエイムとかはね、ほんと難易度がすごく低いのでね、敵に弾が当たらないみたいなことは基本的になかったですね。ちょっとオートロックみたいな機能もあるし、まあ基本的に敵も戦車だから動きがそんな速くないから当てやすいから、まあ、どっちかっていうとこう味方と一緒に動いたりとか、まあ知識の面でどうにかできるというかね、エイム普通の FPS だったらさ、こうエイムとかってさ、やっぱ人によってはこうなかなか上達しなかったりっていうところもあるんですけど、まあそこがかなり難易度が低いから、結構、あとは立ち回りというか、立ち位置とか身についたらすごい活躍できそうだなっていう感じはしましたね。動画の冒頭でも説明しましたが、今回ね、お得な特典コードをご用意をね、してますので、ぜひ動画概要欄からチェックしてプレイしてみてください。かなりこう、レアな戦車だったりとか、ポイントが最初からついてるみたいなので、ぜひこの機会に。それでは、お疲れ様でした。